チャンドンゴンは大韓民国の男性俳優。ソウル特別市立山区出身。身長182センチメートル、血液型大型、仏教徒。2017年まで SMC&C に所属していたが、2018年に個人事務所を設立した。また、2006年までは日本におけるマネージメントは、アミューズが行っていた。ムンル高等学校卒業後、 予備校の学費のため、エキストラとして CM に出演。両親の勧めで、MBC の専属タレントオーディションを受け、1992年に21期生として採用された。高校在学中は不良として有名だったという。同年、当時の人気ドラマ、我らの天国に出演し俳優としてデビュー。大きな目と彫りの深い顔立ちから注目を浴び、彫刻美男と呼ばれ、 アイドル的な人気俳優となった。イルジメイチエダウメ、ファイナルジャンプなど数本のテレビドラマに出演後、演技を学ぶため、韓国芸術総合学校に入学。演劇科で2年学んだ後に中退し、ドラマ、アイシングで芸能界に復帰。1997年に敗者復活戦で映画初出演を果たした。90年代後半にはすでに韓国内で、 高い人気を確立していたが、出演したテレビドラマが国外で放送されるようになると、中国語圏屋台など、アジア諸国でもファンを獲得。1999年、パクチュンフン主演のノーウェアノーウェアでの後輩刑事役で、清流映画賞助演男優賞を受賞。2001年公開の映画、ともえチングは、800万人を超える観客を動員して、 当時の韓国映画の歴代興行成績1位となった。普山を舞台に不良少年からヤクザになる男を演じてイケメン俳優のイメージから脱却し、韓国を代表するスターの一人となった。2004年公開の映画、ブラザーフットは、ともえ、チング、シルミドが持っていた韓国の歴代観客動員数を更新。この作品で、清流映画賞主演男優賞を受賞した。 2001年からは映画作品で活躍していたが、2012年に紳士の品格で12年ぶりにテレビドラマに出演した。ありがとうございます。